武漢地下鉄2号線は、中華人民共和国古北多少武漢式筒美区の天河基城駅から鉱山区の物ッソ駅を結ぶ武漢地下鉄の路線。2012年12月28日に第一期区間が開通した。木筒区天河空港駅を起点とし、CR 観光駅を経由し、長江をトンネルで渡って鉱山区の光谷広場駅までを結ぶ路線である。 大部分が地下で、路線距離は 47.109km、28駅がある。2号線2期区間は2012年年末に着工した。中南路駅に4号線との連絡線、半光駅に3号線との連絡線、大家東駅と青年度駅の間に7号線との連絡線、ガニ三崎駅と小亀山駅の間にある中山北路車湖の近くに、 新 c ル部急線車湖駅との連絡線がある。中南路駅では4号線と同一方向で、鉱山広場駅では4号線と逆方向で、対面の理解が可能である。道路線の駅名は、市民の意見を募集することなく命名したため、駅名を公開後に、駅周辺の住民から強い反対を受けた。特に、名と花園駅は、同名のマンションから命名したものだが、 マンションから駅までは相当の距離があったため、マンションと地下鉄の建設会社が同一のグループのため命名したのでは、どの疑念を抱く市民もいた。そのような論争を避けるため、2012年7月、武漢地下鉄グループは市民の意見を募集した後、2012年8月24日、正式駅名を発表し、以下の変更を行った。ありがとうございます。